網膜を引きずり出すってどうすんですか。小賢しい策で俺を呼び寄せたかったらしいが、俺は逆に一番分かりやすい方法で奴を引っ張り出すってことだ。俺がこの店で出しまくれば、そのうちイベントを変更せざるを得まい、その時が奴との直接対決の時ってわけだ。差し当たり真っ先に潰さにゃならんのはお前らだ。え、どういうことっすか。やめてよ、勝負とか対決とか。せっかくの有料店なんだから、みんなで仲良く打てばいいじゃん。っていうか、5人組もオチも全員帰ってくれ。そもそもこいつら一体何なんだ。知らないっすよ、突然現れたんですから。スロプログループなんじゃ。はい、これいつも美味しい台真っ先に取っちゃうのねん。しべ町ウィーク4日目においでいただき誠にありがとうございます。ただいまより開店いたします。あっ、早っ。どこ狙うんすか、リンコ先輩。今日までの流れからして本命はまだ育ちでいいだろう。高設定は減ってるっぽいけど、まだ数台はいい台あってもいいはずなのね。どけどけ、ほら。仲間を散らせ。リーダー格のメガネは見通しの効く中央ラインの筋肉マンに陣取ったか。いや、とりあえず俺は今日もゾロ目で。待てい、ホクロ、てめえは俺と来い。なんでですか。俺ゾロ目だよ。おそらく今日からはゾロ目は正解じゃないな。なんでですか。俺が来てるからだよ。え、もし奴が裏で仕切っているとすれば、今日俺が来ることも予知しているはず。ゾロ目の爆裂台をそのまま放置するわけがねえ。育ちの高設定の割合も日々少なくなっている。となると当たり台は他にある。とりあえずお前は俺の隣に座り、俺が指示した台に速攻で走れ。いいな。皆様、このように連日たくさんの方々においでいただき、この樋口、感動で涙が出そうであります。しべ町ウィークも後半に突入いたしまして、ますますヒートアップ。私どもも老体に鞭打ってドル箱を運搬させていただきます。どこだ。おっと、ご新規さんでしょうか。もみあげカール君、早速本日一発目の大当たり。早くもお宝台を発掘してしまったのか。私、冷や汗が出てまいりました。もみあげカールだ。正午、南国育ちで出してんの一人しかいないのね。ゾロ目もダメだしな。調子いい客は結構いるのに。今日からは完全に別物のイベントと思った方がいい。地道に子役をカウントしていくしかないだろう。くそー、やつらめ出しまくってるな。ムカつくな。けど心なしか、あいつらテンパった顔してない。なんなの。釣り。うひょー、王子さんの教えてくれた台すげー。まさに読み通り。仮に小早川が今日俺が来ることを予知していたとすれば、俺が座るべき台を用意していると思ったぞ。俺に敵をぶつけ、出玉競争を煽り、大量のドル箱を周囲に見せつけるだろう。それにしてもこのしべ町とかいうイベント、やはり単なる南国育ちのイベントとは違うな。明らかに店全体に何らかの仕掛けが施されていやがる。面白くなってきたな。翌日、バッキンガム。昨日すげえ出てたらしいぞ。高設定台がゴロゴロしてるらしいじゃん。いやー、昨日は4000枚出たからな。おじさん、あざーす。別にてめえのためにやってんじゃねえ。珍しいじゃない、あんたが人に当たり台を教えるなんて。あの小早川の手下どもを駆逐するためだ。やむを得んな。小早川の手下だと。やはりそうか。何それ、証拠でもあんの。お前らな、おかしいとは思わんか。まず俺はこの界隈のプロや上手い人間の顔はほぼ頭に入っているが、
あの中の誰一人として一度も見たことがねえ。そりゃ私も初めて見たけど。そして奴らの初日二日目の立ち回りは不自然極まりねえ。小早川が裏にいるとなるとなおさらな。育ちとゾロ目台に迷わず真っ先に座り、きっちりバカだし、かといって終日打ち切るまでもなく、おっさんおばはんに台を譲るというあの行動、あれはまさに桜だったっていうの？ロマネスク側の？だとしてもなんでそれをバッキンガムでやるんだよ。そこまでは俺にもわからん。だが昨日、おそらく奴らは何も知らされていない。普通にデータを読み、ハイエナをし攻略をしていた。おそらくは何らかの理由で3日目までは店を盛り上げるように動き、昨日からはフリーに動いているというわけだ。このイベント内容といい、これが小早川の挑戦でなくてなんだ。確かに、しべちょうとか歌っておいて、育ちから当たり台がなくなっていくやり方といい、プロを競わせ大のポテンシャルを生かそうと画策するやり方といい、やつのやりそうな手口。どうだお前ら、俺一人でも十分なんだが、あの5人を封じ込めれば小早川が引きずり出せるんだ。一発俺に乗ってみねえか。そうすりゃ昨日のお前らのように全員育ちに走って撃沈するといった無様なことにはならんぜ。悪くない話だろ。確かに昨日は失敗したけど、対決とかそんなのに巻き込まないでって言ってんでしょ。だいたいあんたの手下なんてごめんだ。私は私の独力で高設定をつかむ。あんたの手は借りない。はい、俺今日も王子さんに協力します。はいはい、俺も淡白お前。ブン。ま、いいだろう、そろそろ回転だ。しべ町ウィーク5日目、回転します。おくろ、てめえはまずキャッツアイの角台だ。79番台に急げ。淡白とか言ったな、てめえは筋肉マン68番台で様子を見ろ。大ちゃん、指示は追って出す。よっしゃ、いや俺たちに負ける要素一切なし。ああ、はいはい、分かってます。さあ、ますますフィーバーとなってまいりました。しべちょうウィーク、この出玉の勢いはやめられない、止まらないという状況になってしまうのか。本日もよく冷えた冷たいヤクルトとジョア、逆に体がお冷えになっている方にはホットコーヒーをご用意しております。ホットアイスと省略してお申し付けくだされば即対応させていただきます。さあ皆様、今年最後のラストスパートです。じゃんじゃんバリバリ、じゃんじゃんバリバリ、フィーバーしまくってください。しかしこのマイクパフォーマンス、テンション下がるな。マジで寒いな。行けほくろ、193番台うおー、いただき。わあ、クセクセクセ。タンパク89番台キャッツアイだ。オラオラオラ。はい、これもらい。わあ、すぐはここだ。待て、おい。ごめんね、勝負は興味ないけど高設定は打ちたいのよね。ズリー、協力しないって言ったくせに。俺たちの勝利への方程式が。く、遅れてる。なんでこいつらここら一帯に集まってきてんだ。これはひょっとしたら、とりあえずこの中央ラインの二島を攻めるしかねえ。オラオラオラ。思った通り、あの女も来た。どいつもこいつも俺の誘いは断ったくせに厳禁なもんだぜ。しかし座った以上はきっちりと終日ぶん回してもらうぜ。さてと、これで役者はそう、あとはこの5人を撃破するの。待ってる小早川。ふっふっふ。はい、どう、チャンネル登録といいねで乾杯。